はい、皆さんこんにちは。今日はこの富士運輸の車両部のこの工房というところにですねお邪魔をしてます。で、まあこういったステッカーですね、これ自社のトラックの、まあ、横の部分に貼ってるシールですけれども、こういったものをですね自社でうちは作成をしています。で、あともう一つ違う部署というか、こういった模型をですね作る専門の工房もこう横にあります。ちょっとこちらね、こんな感じで作ってらっしゃいますけど、まあ、いろんなこう塗料とこう、ね、今車庫ありますけど、これなんかもお客さんにこう希望に沿ったですね塗装、色、そういったものをこう使ってます。で、まあこう自社のトラックもこうやって今作成をしてですね、こう納車待ち、ある意味納車待ちになってます。こういう感じでね、北九州支店とか長崎とか、まあ、各拠点にこれは多分配る用のやつだったりとか、まああとはね、セノプロ仕様の、ね、お客さんに対してこう無料でこう配ってるものあります。なんでセノプロで作っていただいたお客さんに関しては、まあ、そのまま塗装をね、この同じ塗料を使ってやることができるということで、ね、非常にこう本物に近い状態でですね作ることができると、そういうことになってます。ちょっとお邪魔します。でこういう、ね、道具とかこうちょっとね自分素人なんで全然わからないんですけど、すごいですね。ちょっといいですか。これはもう下塗りしてるんですか。そうですね、ベースは塗り終わったりですね。あ、これにじゃあ塗装を乗せるわけですね。そうです。これちなみにこれはここ、うん、マスキングはここ色入らないように、そうですね、で、こう横もエアロー仕様、これハンナさんの車ですね。そうですね、これ新型のスーパーグレート、要はこういう風にして外装も後ろもこうやって改造されてるわけですね。あ、ここが改造なんですね。ここですね、リアバンパー、リアバンパーですね、これは。あ、こういう改造を細かくやってくださってるというところ。でまあ、こういったものをね、模型がこれね、もともとこうメーカーで売ってる模型がありまして、まあ、こういったのを使って自社でこう塗装とエアロと、まあ、セノプロにした場合はセノプロの改造と同じようなクオリティでやってくださるということですね。これもで皆さん注文受け付けるそうなんで、ぜひぜひ注文してくださいというのは僕の独り言です。はい、はい、で、こちらはじゃあちょっと今ねちょっとお仕事を邪魔をしてしまったので、あとシールですね、うん、でこちらのシールもいろいろとまあ素材、トラック用の素材を使っているシールです。なのでまあ外、まあね、トラックの外側にも当然貼るものなんで、耐火年数っていうのも5年とかそれぐらいまで持つというものですね。でいろんな色を取り揃えてますし、あとはこういったカーブも、まあ、これ新型日野の、まあ、フロントのこのグリルですけど、こういったのもこうやってカーブを加工みたいなね、こういうのもシールを貼って、これもシールなんですよね。こうシールでこういうふうな加工も受け付けてると、まあ、いうことですね。まあそこにシールありますけど、まあ、いろんなシールで、まあ、こちらプリンターいろいろ取り揃えていて、多分レーザープリンターとインクジェットもあるんですかね。これがインクジェット、でこちらレーザーです。これをその不足したやつもそのままやったな。で、それが何やと思う。まあとりあえず3台あるということですね。まあねこんな感じです。でこちらにはまあよくセノプロのねトラックに貼ってあるシールですね。ファンクショナルクールセノプロ。まあこういった形でねステッカーのデザインもしていただけますし、まあこういったシールを実際に車入れてもらえれば多分貼るところまでやってくださるということなので、ぜひぜひ気になる方はお問い合わせいただければありがたいです。あともう別にこう大きいステッカーじゃなくても、こうやって車両の最大積載量とか、うん、こういったステッカーもですね制作可能です、うん、で細かいシールからもいろいろと作れるので、ね、まあ、気になった方はぜひぜひお問い合わせください。それではね、今回はこういった形の動画でした。またね、次回いろいろ企画をして撮影させていただきますので、お時間ある際、ご視聴いただければありがたいです。それではまた次回まで。ご視聴ありがとうございました。失礼します。